はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志2の50回目ですね、ついに迎えることができました。いつもご覧いただきましてありがとうございます。それではですね、前回ちょっと最後に申し上げてましたように、ダメなんだ。まだそんな兵力あったっけ。そこそこあるね。まあでも総兵力としてはね、6倍以上あるはずなんですけどね。ということは、例のごとく贈り物をしてから、はい、500ぐらいでいいかな。で、降伏勧告しましょうか。誰がいいかな。角春さん、はい、ダメ。睨み合いになりそうだな。そしたら、ちなみにここは、兵力はねそこそこ揃ってるので、バッ職さんで一軍率いて攻めるのもいいんですけどね。馬職さん、高専さん、大井さん、美穂さんあたりかな。さんね、ちょっともう一回埋伏させてみましょうか。埋伏25国、陳武さん、はい、19番、はい。で、間違えた、17国ね。格好園さん、寝返ったところでっていう感じですよね。やっぱ本国はちょっときついかな、このまま行くとすれば。となると早急なるね、西側のメンバーの北上が必要になってきますよね。ちなみにまだ、兵をねばらしたんですね。これもカカさんだっけね、これがカカさんですよね。カクカさんじゃなくてカカさん。18国、詰める方が先かな。そうなってくるとね。せっかく埋伏したけど、あとは美穂さん、はい。まあここがメンバー揃ってるんですよね。となると、出れないのが何人かまだいる。そういうことか。長江さんね、取り返しとくのも一つの手ですよね。策的ですね。長江さん、20番、はい。はい、まずこれね。で、か
ファンネさんとかなんか引っかかりそうな気するんだけど、ダメか。よいしょ。はあ、ダメか。
新さんか。なんとかね、裏手取りたいですよね。新蘭さん、お願い。ああ、来ない。よっしゃこれで楽なりましたね。よいしょ。うん、次のターンぐらいでちょっと新蘭さん退却させましょう。退却ね。どこ行こう。20にしましょうか。あ、捕まった。捕まるかな。よし、送信さん捕まえましたよ。してこなかったですね。よし、これ逃げますね。あー、しまったな。ちょっと足りなかったね。うん、課金さん逃げちゃった。ほい。うわー、まだ粘るね。しかし減らない。よし、構えましたよ、カコートさん。魅力あるんで、とりあえずね、はい、返しましょう。で、カコー、あ、カコー、順になるんですね。三国志によってね、トンって書いてる人とね、順って書いてる方と2つあるんですけどね。よいしょ、どっちが正しいんか分かんないですからね。感じでしか伝わってこないんで、さて、で長老さんのとこね。うん、もう仕上がりそうですね。よいしょ。兵力がないんか。さあ、松園さんのところですね。チンキさん移動してきたんで、まずチンキさんに、よいしょ、はい。で、まだちょっと兵力はね、
ですね。まあ来月お米入ってくるんで、もうそのまま米は売らずに放置しときましょう。いや、であと移動ですね。誰行かそっかな。二人ね、町長コンビで行きましょうか。ね、はい。よいしょ。はい、玄関さんのところでございますね。金さん、はい。そこそこ入ってきそうなので、6万だけ売りましょうか。はい。で、お留守番してる方、徳さんね。で、ライドさん、移動ですね。最終的にはリゲンさんここ任せようと思ってますんで、宝徳さんは移動にはなるんでしょうけどね。とりあえず、はい。で、あとは、訓練度がちょっと足りないか。署にいないのね。じゃあ、はい、これで100か。はい、で旅中ね。はい、さあここですね。12万います。で攻め込むのはいいんですけど、まず18からね抑えちゃおうかなと思ってるんですね。で行かせるメンバーは主幹さん、旅毛さん、修善さん、孫翼さんで、あと一人誰連れていこう、西郷さんでも連れていきましょうか。あ、ダメなの。そうか、攻め込まれたところに攻め込むことができないんですね。困ったな。よいしょ。商人もいないし。82ね。あとは
主観さん、はい、で、ちょっと主観さん使うのもったいなかったかな。修繕さんの訓練ですね。これ全員100になったね。だから準備はもうできた状態ですよね。うん、これで秋迎えれば全然大丈夫ですね。よし、あ、一応探しとくか。面白い人いるかもしれないんでね。あ、いなかった。長昌さんのところですね。はい、ここも申し上がりそうですよね。来月お米入ったら、もう今月やってもいいか。2万5000、7万でもね、全然いけそうですから。ということで、徴兵します。誰にさせよう。龍海さんでいいかな。はい、250。はい。で、リカバリーですね。次はゴランさんかな、あげるとすれば。はい、あ、名馬にしよう。ゴランさん、はい、で、丹羽さんと手間さんね、ちょっと北上ですね。よいしょ。34国、ご覧さんでいいかな。5万ぐらい、はい、もうないね、やること。まあまた徴兵するのも早いんで、はい、おへさん、ここも、あ、横さんで終わりか。まあごめんなさい、全然ね、攻め込むのが1回しかなかったんでね、内容が濃くなりませんでしたね。ほんとすいません。さあ、で、あと武装どうかね。商人さんいるうちに武器を買っちゃいましょう。まあ、訓練が全然できてない状態なんですよね。
で、できるだけ、よいしょ、もう、これでなんとか60台ね、いきましたね。治水も、うん、43まで。まあ、人口が多いんでね、そこそこは期待できるとは思うんですけどね。はい、ここですね、問題は。うん、もういっぱいいっぱい。はい、31国柿さんのところですね。メンバーは、うん、あとは訓練だけですね。その前に、柿さんで、よいしょ、民地を上げてね。で、あとは、うん、これで訓練度、あ、93か。やっぱりなかなか上がらないですね。はい、大沢さん、ね、困ったね、ここは本当に。中精度100なので、まだちょっとメンバーも理解してきたらっていうところですよね。孫健さんの本陣つつくのは、いかんせんちょっとたくさんいるんで。ですね。はい、でちょっとやろうかな思ってたんですけども、時間が良くなってますので、ここでちょっと一旦切らせていただきますね。三国志通の50回目ということでした。またちょっとね、今後の方針考えながらやっていきたいなと思います。ちょっと馬頭さんがね、降伏しなかったのが意外だったんで、一回ちょっと攻めてみてね、兵力減らしてみるのもありかもしれないですね。ということで、孫健さんで、曹操さんはまあ今度また11国から5国か10国どっちか攻めるとして、まあメンバーは持ってこないとダメですけどね。そんな感じですね。ではまたちょっとお楽しみにしておいていただければ幸いでございます。今回もご視聴ありがとうございました。では、さよなら。